2020年10月9日に生誕80周年を迎えたジョン・レノンですけれども、12月8日が没後40周年なんですよ。つまり、ジョンは1940年に生まれ、1980年に突然の射殺で、非業の死を遂げたわけです。ということで、この世界中がジョン・レノンを解雇する、この大きな節目、まだまだ続きます。ジョン・ンレノンは ビートルズ解散を英国で2枚のジョン・レノン・名義のソロアルバムを作ってからニューヨークに移住しましたでニューヨークはですねとにかくふつふつといろんな文化や政治的な動きがいっぱい起きていてそこに深くコミットしていく2人の日常コミットイコール歌いっぱい作るわけですよ政治的なことやニューヨークに来た喜び ジョンは言ってますよロンドンだとそのビートルズのジョンだってことでなんかどこ行っても大騒ぎになるけれどもニューヨークだとさすが世界の大都会もうみんなそっとしといてくれるんですって誰もそんなざわついたりしないと割と東京もそういういとこあるんですよね芸能人とか普通にレストランにいたりしてもざわつかないと。地方方から東京にに観光に来た方が たまに芸能人とか見たら「キャー本物はいる」ってなるけれどもそんなおのぼりりさんんみたたいいいになりたくなくっていうプライドもあるんですよね。東京に住んでる人たちはですね別に東京生まれかどうかは関係なく東京に住んでいる人たちはそこであんまりはしゃいだらちょっと田舎っぽいなという感じで割と気づかないふりしたりとかですねそんな感じで過ごすんですよ。 だからそれを地球規模に例えたらやっぱロンドンも大都会なんだけどもやっぱニューヨークぐらいになるとそんな感じなんですね。ジョンとヨーコがニューヨークに渡ってまず待っていたのがですね政治活動をしているアビー・ホフマンとジェリー・ルービンっていうそれぞれバラバラに活動してるんですけどジョンとヨーコのようにですねもうマクルーハン理論っていう。 マーシャル・マクルーハンっていう人がメディアはメッセージだっていう言葉を提唱してですねとにかくあのどういう出方をするかどういうメディアでどういう出方をするかどういうビジュアルでどういう言動をするかっていうこと自体がメッセージだとだから大統領選のためのディベートでも何でもその堂々としてて何かきちんと物事を進める イメージを出した人がもうテレビっていう時代になってですねもうますますそういうビジュアルとかあり方そういうこと自体がその人の内面まで そう解釈されるっていう,そういう時代ですよっていうことをそのマクルーハン理論っていうことをですねジョンもヨーコも相当研究してだから僕らは平和,平和にもチャンスを与えるために平和のための宣伝活動が大事だと。戦争を奨励する宣伝活動っていうのは潤沢な予算でその軍産複合体っていう軍部と産業が複合していかに その社会主義にならないように我々は国を守ることが大事だだから国防予算をもっと増大させて軍備を増強させなきゃとかですねそういうことはやるけど反戦戦争反対で平和活動の方はその宣伝が足りなすぎると予算もないけれどもだったら自分が資材を投げ打ってそして自分たちが道化者となって。 平平和和のののキャンンン・ペーンをしよううじゃないかっていうのがジョントヨコの平和活動でだから2人がパジャマでベッドで1週間世界中のメディアのウェルカムで自分たちは無料でインタビューを受けますよとで自分たちは平和のことしか言わないっていうそういうパフォーマンスというかそういうイベントをやってのけたりとかですねやったりしたとでジェリー・ルービンとアビー・ホフマンなんかもまさにアメリカで。 彼らは政治活動家だけどもまるでアーティストのようにですねそういう裁判でも変なメイクしてこう出たりとかですねいろいろまるで僕らみたいなことをやってる政治活動家だと彼らは彼らでジョンと横を見てまるで俺たちみたいなことをやってるアーティストだとどっちもまるでアーティストみたいまるで活動家みたいっていう感じで意気投合したらしいんですよジョンの言葉を借りれば。それで そのジェリー・ルービンが紹介してくれたのが当時の東芝 EMI レコードが書いた解説鮮明に覚えてるんですけどメンバー全員が過激派というすごいバンド <laughs> エレファンツメモリーゾウの記憶っていうそういうバンドを紹介してジェリー・ルービンに連れられてジョンとヨ子コがエレファンツメモリーのリハーサルセッションかなんかに行っておお息のいいのやってるなーっていう感じでですね。で ニューヨークに渡ったジョンとヨーゴの音楽活動のとりあえずバックメンバーに彼らになるんですね。でそのヨーゴさんがテレビで見たそのメンタルにハンディキャップのある子どもたちの施設が予算が削られてもう閉鎖になるっていうのを聞いてこれはとにかくチャリティーコンサートを開こうと。ビートルズが66年にライブを 最後のライブをアメリカ公演でやってそれ以来なんですよ6年ぶりにしかもビートルズのメンバーとしては初めてアメリカでライブコンサートをやるともうあっという間に売り切れてですね慌てて「昼の部」まで追加公演発表したっていう音楽監督みたいな立場でですねジョンはあのプロデューサーのフィル・スペクターも立ててるんですねクレジットを見ると。 フィル・スペクターっていうのは音分厚い音を重ねるウォール・オブ・サウンドっていうのがトレードマークのプロデューサーですからやっぱりここでですねエレファンツ・メモリーだけじゃちょっと音が薄いって思ったんでしょうねちゃんと腕利きのですねジム・ケルトナー一流のドラマーですよでも立ててダブルドラムだったりしてるんですよサム・タイム・イン・ニューヨーク・シティからの曲とかソロの一作目の ジョンの魂からもマザーとかやったりすするんですよあとはソロ2作目の「イマジン」からもちろん「イマジン」もやったでそんな中ですねビートルズがもうライブを一切やめてから発表したビートルズとしては最後のレコーディングアルバム「アビーロード」の「A 面1曲目でジョンが書いたカムトゲザーもやったんですよ初めてライブでみんなうー ジョンなんかもそのビートルズ元ビートルズって言われるのも解散を4人とも嫌がってたしそのビートルズの曲なんてやるのもすごい嫌だと思ってたんですけれどもやっぱみんなの盛り上がりが違うんですって「うおービートルズの曲で初めてライブでやってくれた生で本人がと」とそしたら「あ案外いいもんだな」と。 その時のの時ジョンの思いも談話で残ってますよ。なるほどなってみんなやっぱこんなに喜んでくれるんなら今ならヘルプだってやれるなんなら平イ度だってやってもいいってポールの歌なんだけど。<laughs> っていうような感じでまあヘルプはねジョンがその解散後のインタビューで明かしたんですけれどもあれは本当に。 本当に自分ののリアルな心の叫びだだったんだと誰か助けてくれとなんかもう大きな大きなうねりに自分が流されて自分っていうものを見失いそうだとそれがビートルズ主演映画第2作の「ヘルプ」っていう映画の主題歌に使われてでみんなまたそれをキャーって言ってっていうこのパラドックス矛盾なんですけれどもそれもまた大ヒットするっていう。だから ジョンが「ヘルプ」っていうのはあれは実はリアルな本当に自分のドキュメンタリーとしての心の叫びなんだって解散を明かさなかったらすごいポップな曲だなっていうんでみんな思ってたんですけどもだから今なら「ヘルプ」だってやれるぜっていう「ヘルプ」を選んでるのはそういうことなんですよねその談話で。ままあまあということで今日はその121コンサートのライブでの「カムトゥゲザーこれを聞いていただきます。 しかも今年10月9日のジョンの生誕80周年を祝して出たリミックスジョンとヨ子ゴさんの一粒種の息子さん立派なミュージシャンプロデューサーアーティストになったショーン・レノン君が提示した新たなリミックスで聴いていただきます。やっっぱりり素晴らしい豊かな音質でで風格ままああて迫力がありますね しかも音の解像度がすごい細かいです1972年の8月30日のライブ概要欄にリンク貼っておきますジョンが歌詞変えてるとこあるんですよジョンは自分は歌詞を覚えるのが苦手でこの時もちょっとなんかとっさに作って歌ったんだけど誰も気づかなかったって言ってるんですけども ヘーリアスホールヒーウォンって言うんですよケムグジャラのお尻の穴って言ってるんですよまあアスホールっていうのはバカ野郎っていう意味もあるんですけれどもそれがですね今回の『ギミサムトゥルース』のベスト版のこの歌詞カードに歌詞にですねこれまあデラックスエディションなんですけれども歌詞にちゃんとそれ書いてあるんですよ普通はライブ音源がスタジオ音源と歌詞違ってもこれはスタジオ音源の歌詞ですと一部 歌詞がこれと違う部分もありますっていうだけでそんな細かくケアしてないのにこれちゃんとライブ音源その日のライブ音源の歌詞が変わったところもちゃんと書いてあるんですよ。あとは Come together, now, over me っていうのがアビーロードのスタジオバージョンですけれども一部「Over You」ってジョンが歌ってるそこもちゃんと「Over You」って歌詞カードを変えてるんですよ。そこがね丁寧で ショーン・ンレノン君、素晴らしいプロデューシングだなと思いましたヨーゴさんもエグゼクティブプロデューサーにクレジットされてますけれどもね。というようなこともギミサム・トゥルースなかなか丁寧な作りなんですよ。ということでこのニューヨークに渡ったこの2人の日々これについて今回は語らせていただきました。